昨年12月17日月曜日、市役所本庁舎で津波発生時における緊急避難場所としての一時使用に関する協定調印式が行われました。この日行われた津波発生時における緊急避難場所としての一時使用に関する協定調印式では、東海、東南海、南海地震などの大規模地震の発生により、 予想される津波の浸水からの一時避難場所として民間施設を一時的に提供いただく事業者や個人の方と協定が結ばれましたはじめに前橋町が今回初めて住居が入っている施設の提供をいただきました住民の方のご理解に感謝しますと挨拶しましたこの日で5回目となる調印式では 津波発生時に緊急避難場所として24時間受け入れ可能な津波避難ビルに、津沖産業株式会社、津沖第一ビル、草深利幸さん所有施設、都市の2か所と、使用できる日や時間などが決められている津波避難協力ビルに、日本土建株式会社、日本土建本社ビルが申し出され、協定書への調印が行われました。 この取り組みは津波からの避難対策の強化を図ることを目的に逃げ遅れた方の緊急一時避難場所として三重県が示す浸水区域内およびその周辺にある3階建て以上な堅牢な建物で新耐震基準を満たし3階以上の階に一時避難が可能な場所があることなどの要件を満たす民間施設の募集を行っているもので今回の指定も含め 津波避難ビルが41施設、津波避難協力ビル6施設が指定されています。調印式の後、今回申し出いただいた皆さんは、地域の皆さんのお役に立てる良い機会をいただきました。緊急時の避難場所にぜひ利用していただきたいと思いますと話していました。